今ちょうどゼロポジが終わって終わって終わってって感じなんですけど残念ながらねゼロポージねえー、敗退しちゃいました優勝できなかったですごめんなさいあえと、ー、車に乗ったアバターの方えー、テントギフトありがとうございます そうごめんなさい優勝はちょっとねできなかったんです <laughs> けど最善を尽くして頑張りました私結構そういうキャラじゃなくて本当に自分の中でスイッチ入れようと思って <laughs> スイッチ入れてすごい頑張ったつもりだったんだけどさすがみんな強くて叶いませんでしたコーーラののバターの方 ハートギフトありがとうございます。クロワサのアバターの方。ハートギフトありがとうございます。でもあんなにたくさん人数がいる中で最後の4人まで残れたことはすごく嬉しかったです。そう、それが結構もうなんかすごい自分の中でとても嬉しかったことだったので満足です。ありがとうございます。<laughs> ね。 コーラのアバターの方、ハートギフトありがとうございます。そう、優勝は里香帆さんでした。さすがですね。もう。里香帆さんはもう。さすが、もうあざと可愛いを体園されるような方なので。本当にすごいなって思いました。<laughs> そう、でも本当に、あんなにたくさんメンバーがいる中で。ええー。 ね、最後の4人まで残れたこと自体がね結構すごかったなって思いました一番最初のラウンドとかからねずっとずっといろんなラウンドがあってさそれに全部あの勝ち進んで残れて最後の最後まで、えー、最後の4人になるまで残ることができたのは私はそこまです通にいくとは思ってなかったのでそこまでできたこと 自分的にはすごい奇跡的な感じだったのでそれだけでもそうね最後も残ってなかったらここまで戦うことはあのできてなかったと思うのであの「あざとかわいい」の最終集までねあのこうメインで映ることができたのはすごい嬉しかったなと思いました。非常にありがとうございいますはい ありがとうございましたそうもういつもそういうキャラじゃないから本当にあの私は女優って思ってて思頑張りました <laughs> 女優というかさいつもの自分の性格を捨ててもう一人の自分をお芝居してたらどうだろうっていうなんか最後今日あったやつとかは LINE 対決みたいな感じでそう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 。 そうなのあの LINE 対決 LINE 返信対決みたいな感じでどういうふうに LINE を返すかみたいな感じだけど自分いつもさマネージャーさんにでもさなんかワニのスタンプ使ったりするのあと「ちびまる子ちゃん」とかね「ありがとうございます」みたいな感じなの,のもう普通に誰に対してもそういう返信しかできないからだからもう女優モードというか,なんかお芝居してるような気持ちになって打ちました。<laughs> えー、犬のアバターの方テントギフトありがとうございますテレビジョンの記事に里川さんの強敵として名前があった本当に嬉しい <laughs> 優しいですね光栄ですそんな里川さんにはかなわないですでも犬のアバターの方えテントギフトありがとうございますそうそういつもの自分だとなんか全部対決とかもそういつもの自分だとできないから もう一人の自分を想像してなんかもう演技し,しようと思ってそう自分じゃないものを、えー、出しました自分じゃない人をもう一人出してやりました <laughs> 自分自身で自分でいくともう無理なのでもうなんか自分じゃないと思ってやりましたね はい、もう演技してるような感じでいきました LINE とかは特に難しかったので <laughs> でもみんなにね新しいなんかこういうこともできるんだなって思,思ってもらえたら嬉しいなと思います私のアバターの方ハートギフトありがとうございます犬アバターの方テントギフトありがとうございますそう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  だからいつもの自分とは違うと思ってこう頑張ってやったかなインナーバターの方テントギフトありがとうございますでも可愛かったありがとう負担 <laughs> をす <laughs> ありがとうございますそう優勝することはできなかったけど最後の4人まで残れたことはとても光栄でしたやっぱあおみさんもすごかったしラブリンさんもすごかったし、えー、そう もちろん里香保さんにはもう叶わないって最初から思ってたしね <laughs> それは常に思ってるけどすごいテントたくさんありがとうございます犬のバターの方ありがとうそうですねこういうこともできるんだなって思ってもらえたら嬉しいと思うしまたバラエティとかもたくさん呼んでもらえるようになりたいなって思いますいろんなバラエティー、まあ、SK48 の平均とか今は。 あるけどそういうところでもちょっとずつ何かを残したいせったらいいなと思いますね結果を出したりとかできたらもっといろんな場所に呼ばれているようになりたいです頑張るぞ <laughs> 私の歌の方ハートギフトありがとうございますとってもありがとう。 とってもグーとってもグー,とっ,てもグーとってもグーですああ今日何までしようかなであと5分ぐらいしたら終わる45までやったら終わるねうんどうでしたかみんなキュンキュンできたかな <laughs> あまりそういうキャラじゃないかな普段はね テポジ見てフッピーもっと好きなありがとうありがとうございますとても楽しかったですでもうん。<laughs> 厳しそう <laughs> よかったですもうメロメロですありがとうございますよかったそう言って喜んでもらえることはすごく幸せなことなので 非常に嬉しいですありがとうみんなハートのアバターの方ハートギフトありがとうございますみんなに喜んでもらえたらそれが一番嬉しいのですごくすごく嬉しいですありがとうございますうんありがとうみんな いやー里川さんすごいよね今日もさいつもトーク会のレーンが隣なんだけどねすごい今日も可愛いなと思いました常に可愛いんだけどね大人メンバーだからすごい大人だしでも里川さんともっと仲良くなりたいんですよねずっと昔から思ってるんだけどねえたごはさんめちゃくちゃ面白かったよね <laughs> ね 女の子のバーターのこと、テントギフトありがとうございます。番組は十分盛り上げられたと思楽しく、ありがとう。楽しんでもらえたらもうすごく嬉しいですね。そうで今回はね。あの。うん、私服だったんですよ。全員あさと可愛い,い私服を着てきてくださいって言われて、ね、一着も持ってないから宗田さんのお下がりを着ました。 そう本当にあざと可愛いいような服一着も持ってないのでふさん <laughs> そうそうなんですてか毎日ほぼジャージしか着ないしねみんなに聞いてもほぼ毎日ジャージ出ることが多いって言われると思う毎日ジャージ着てる <laughs> ジャージって楽ですよね世界一楽な着物だと思う着物なんだお洋服だと思うなんかもう ジャージ最高 <laughs> そうジャージジャージってとっても最高ですよねなんでそんなに最強かという最高かというと楽だから本当にジャージって最高ですよねレッスン着にもなるしパジャマにもなるし部屋着にもなる運動もできるしくつろげもするっていうなんか万能な 万能調味料っていう感じですねだって別にそれで寝ててもジャージで寝ててもパジャマとしてなんかこう認められるじゃないですかそうで、ね、なんかこうレッスンとかさ他のスポーツするにしてもさスポーツとしてもこうなんかねスポーツする時の服装としても100点満点じゃないですか。 ね、なんかすごいよねだってパジャマはパジャマになることしかできないじゃないですかパジャマで運動サッカーとかさしたりしたらさ変じゃないですかそうだし何だろうなそうだけどさジャージャ万能ですよねくしゃみが出そういな <laughs> かった カッパのバターの方レインボー,スターありがとうございます <laughs> そう最強だなって思ってる <laughs> 私もね部活動とかやめてねすぐはパジャマになってたんだけどね二十歳超えてからさすがにやめようと思ってみましたそう大学生の頃はずっとねていうか二十歳超えてというか大学生の頃大学生の頃はああ あのアバターの方リニスありがとうございますい,いきれい好きなアバターの方テントありがとうございます何て言うんだろうなあの部活動やめたらみんなバレーボール部の子とかねみんな学校のジャージとかもそうだと思うけどみんなねパジャマにするんですよジャージを体操着とか。 私もずっと体操衣とかバレーボール部のジャージとかをねそのままパジャマとして使ってたんだけど大学生の時もずっとね SKE に入ってちょっとみんな可愛いパジャマ着たりとかお洋服も可愛かったりするとさすがに刺激を受けて私もちょっといつまでもこれじゃダメだなと思ってさすがに可愛いパジャマで寝てる <laughs> けどさねさすがにね もう大人だから中学生とか高校生のジャージいつまでも着て寝るのやめようって思ったけどちゃんとしようって思ったけどそうそうそうだから最近はちゃんとかわいいのに寝てるのでね安心してくださいということで45分になったのでそろそろ。 えー、終わりたいいと思います <laughs> 今日もありがとうございました。とても楽しかったです。トーク会から始まり、ゼロポジの感想を教えてくださったりとか、ご飯一緒に食べた食べた人はいないかもしれないけど、<laughs> みんなありがとうございました。すごい楽しかったです。明日もね ショールームやるので明日なんかなんか本当にお昼にやったらお昼にやったら嬉しいよっていう人もトーク会で何人かいたりとかするのでお昼にできたらいいんですけどね明日もまあできそうな時間があったらちょっとやりたいなと思うのでまた明日もショールーム見てくださいということで皆さんありがとうございました明日のトーク会で会いましょう皆さん。ビビー <laughs> おやすみなさいバイバイ。<laughs>